ペーストンイコール・ベディンフェルドを順断尺は、イギリスの順断尺、イングランド順断尺位。熱心な応答派であったヘンリー・ベディンフェルドが1660年に、調されたことに始まる。ベディンフェルド家は1830年に改正して、ペーストンイコール・ベディンフェルド家を称する。一族の邸宅オクスバラホール・ベディンフェルド家は、ノーォークとサフォークにかけて点在した一族で、 1586年には少なくとも3人の同姓同盟の人物が確認されている。その系類であるヘンリー・ベディンフェルドは熱心な騎士党派であり、国王軍隊長職を務めた人物である。彼は王党派としての活動のために4万7千ポンドもの損失を負ったとされ、その保証として1660年頃にイングランド順断尺くらいの順断尺を授けられた。以降も、 彼の直系男子によって、順段尺くらいの継承は続いている。二代順段尺ヘンリーも、王家と関わりのあった人物で、グロスター公が王政復古間近のイングランドに帰国した際はこれに、随行している。その元孫にあたる六代順段尺ヘンリーは1830年に、直居を得て、妻の聖ペーストーンを加えて、仮名を、ペーストーンイコールベディンフェルドとした。また、 彼は1858年に特権監督委員会よりグランディソン男爵くらいの共同相続人の一人に認定されている。その子の7代順男爵ヘンリーは第1ウェストノーフォーク民兵大隊隊員を務めた軍人で晩年はノーフォーク長官を務めた。その彦である10代順男爵ヘンリーは文章官としての道を歩み上級文章官とある呪い。 アルスター統括文章官を務めた。その彼が2021年現在の順断尺家当主である。一族の邸宅はノーホーク州キングズリン近港に位置するオクスバラホール。オクスバラの聖ジョン福音伝道士教会チャペル内にある一族のモニュメント順断尺くらいの法廷推定相続人は当代の息子リチャード・ペーストミコール・ベディンフェルド。 国王チャールズ一世の四男にあたる。グランディソン男爵位は1299年創設のイングランド貴族爵位で1375年以降は停止状態にある。ありがとうございます。